4月からの夜のニュースがさらにパワーアップします。24時間絶え間なく世界中の情報が集まる NHK のニュースセンター、1日6時間以上放送している NHK のニュースは全てこの部屋から送り出されます。全部読んでね。こういうのでいいけどさ、ちょっと北谷ちゃん見て。はい。で、2分しかないぜ。私たちが担当しているニュース7をはじめ夜の情報番組は4月から質量ともにさらに充実します。これまでの夜のニュースはその日の出来事を分かりやすく掘り下げてお伝えするニュース7と、内外のニュースをコンパクトにお伝えするニュース9という2つの番組が中心でした。そして4月4日の月曜日からは夜11時からのニュース11が新しく加わります。藤田貴信キャスターです。東京渋谷、時刻は午後9時です。この時間も家路を急ぐ人の波が途絶えません。藤田です。ニュース11はこうした忙しい現代人のライフスタイルに合わせた新しい夜のニュースです。その日のニュースをコンパクトにまとめ、これさえ見ればその日の内外の出来事が全てわかります。ニュース11でもう一つご注目いただきたいのが解説のコーナーです。政治、経済、社会、国際関係、スポーツ、文化、科学技術など専門分野を持つ NHK の解説員がニュースに沿って的確な解説をお届けします。ニュース11をどうぞよろしく。4月からの夜のニュース番組ニュース7、ニュース9、そしてニュース11にご期待ください。